はい、今日はブルーチーズ風味のポテトサラダ作っていきたいと思います。まずはじゃがいもを皮ごと茹でていきます。はい、柔らかくなったら皮を剥いてマッシャーで潰していきます。ブルーチーズ 15g、 じゃがいもの厚さで溶かしていきます。じゃがいも今日2個茹でていましたが、これは1個半使用しております。もう半分はと違う料理に使おうと思って茹でておりました。はい、ブルーチーズの塩味によりますが、味を見ながらお塩を少し足してください。マヨネーズ大さじ1、はい、ここに彩りも兼ねてほうれん草を茹でたもの粗く刻んで加えていきます。はい、しっかり絞って加えて混ぜておきます。はい、最後にお皿に盛って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。